サウンドシステム。サウンドシステムは、野外ダンスパーティーを提供する移動式の音響設備、および提供する集団を指す。略して、単に、サウンドともいう。ジャマイカの音楽史とりわけ、ダンスホールレゲーにおいては、欠かすことのできない要素である。また、ジャマイカのサウンドシステムという形式および、言葉から派生して、現在では、テクノやレーブ、ヒップホップ、カリプソなど、 レゲエ以外の音楽ジャンルでも使用されている。このコーデは主にレゲエにおいての事柄について示す。一般的にサウンドシステムは移動式の巨大なスピーカーセットとアンプセット、ターンテーブル、レコード、その多くはダブプレートを保有している。集団を指しては特にサウンドクルー、またはサウンドマンとも呼び、一般的には曲をかけるセレクター、 かけた曲の説明をするなどして、場を盛り上げる MC、スピーカーセットの状態を良好に保つエンジニアで構成される。トースティングをする DJ が所属している場合もある。曲の説明は、もともとは DJ の仕事であったが、ユーロイの登場以降、DJ が歌手やヒップホップでいうラッパーのようなレコーディングアーティストになっていったために、専門職としての MC が生まれた。こうして、 レゲエでの DJ は他のジャンルでの DJ の概念とズレが生じたため混同を避けるために DJ とも表記される。サウンドシステムは1940年代にジャマイカの首都キングストーンのゲットで生まれた。当初は酒屋、バーの経営者等がストリートにスピーカーを持ち出し、アメリカ合衆国のリズムブルースやブギュウギなどをかけたりしていた。当時、ジャマイカでは オーディオセットは普及していなかったため、多くの島民にとってはレコードを鑑賞できる良い機械だった。最初期に活動したサウンドシステムは、トム・ザ・グレート・セバスチャン、ウォルドロン、カウント・ニック・ザ・チャンプ、グリーズであった。ジャマイカ国内でスカが多く録音されるようになるにつれて、ダンスのできる娯楽の場所へと変わっていった。サウンドシステムのオーナーは、合わせて、 レーベルを経営するようになり、客から入場料を取ったり、食物やアルコール、レコードを販売することで利益を上げた。スカの誕生によって、レコードレーベル経営者は、積極的に音楽をプロデュースするようになる。重要な二人のレーベル経営者は、コクソン・ドットとデュークリードであった。ジャマイカ音楽の代表的なレーベルである。 スタジオンとトレジャーアイルは、それぞれこの二人のサウンドシステム、国ン・ダウンビートとトロージャンが発展したものである。ロックステディが流行した60年代後半には、サウンドシステムの数も増え、各サウンド間の競争は激化した。競争はハードとソフトの両方に、大きな進化をもたらした。スピーカー設備は、より巨大な音が出るように改善され、サウンドのオーナー、 県レーベルの経営者たちは、選曲に思考を凝らすことはもちろん、特注レコードである、ダブプレートを量産した。また、DJ やセレクターを引き抜き合ったり、時には暴力で他のサウンドと揉めることもあった。また、他のサウンドのスパイにプレイした曲を知られないように、するため、レコードの曲名部分のラベルを削り取ったりしていた。 1948年から1962年に連邦移民法によって移民が制限されるまでイギリスに移住するジャマイカ人は年平均3万人を下らなかった。この大量移民時代はサウンドシステムという文化が世界に知れ渡るきっかけともなった。1964年ジャマイカをはじめとするカリブ系移民によって始められたノッティングヒルカーバルは現在も続く。 世界最大のサウンドシステムイベントに成長し、毎年多くの観光客を集めている。また、1967年に、ジャマイカからアメリカ合衆国のニューヨークに移民した、クールハークは、当地で、自身のサウンドシステム、ハーキローズを立ち上げ、ヒップホップ音楽誕生に大きく貢献した。ジャマイカ系移民が少ない国や地域でも、サウンドシステムは徐々に浸透していった。 日本で初めて活動したサウンドシステムは1984年にランキンタクシーが立ち上げたタクシーハファイである。サウンドシステムには DJ がいて歌を抜いた曲バージョンに合わせて自由に即興でトースティングをしていた。これが発展して多くの DJ が一堂に会してセレクターのかけるバージョンに即興でトーストし、 次々にマイクを渡していく1980年代に流星を極めたショーの形式をラバブスタイルまたはパート2スタイルと呼ぶ。サウンドの選曲よりもむしろ DJ に注目が集まる形式だ。またそのようなショーを売り物にするサウンドシステムのことをラバダブセットと呼ぶ。通常ショーの前半は新人の DJ が出てきて最後は人気 DJ が出てくる。 このラバダブによって DJ のトーストの技術も発展し、現在のダンスホールレベルの流星に大きく寄与している。この時代のラバダブセットとしては、キング・スター・ガフ、キラマンジャロ、キング・ジャミーズ等が有名。これに対して、90年代前半以降流行したサウンドシステムが2台のターンテーブルを巧みに操り、次々とレコードをかけるショーの形式をジョグリンと呼ぶ。また、 そのようなサウンドをジョグリンサウンドまたはソウルセットというジョグリン1990年代中4以降では最も頻繁に行われているショー形式で純粋に踊ることを目的としたダンスホール本来の味を出したショーといえる1990年代を代表するジョグリンサウンドとしてはストーンラブレナッサンス等がある2000年代以降優れた 音響設備を備えたクラブが増え、また、そうした屋内施設での工業が一般化したために、サウンドクルーがスピーカーを保有する理由はなくなってきている。そのため、スピーカーセットを保有していないクルーもサウンドシステムと呼ばれる傾向がある。しかし、歴史と一定の経済力のあるサウンドシステムは巨大なウーハーを常に持ち運んでいるし、常にダブプレートを発注し続けている。 しかしながら、従来のターンテーブルとレコードを使用しての形式にも変化が現れている。以前のように市販の曲やダブプレートをターンテーブルでかけるというスタイルが依然として残っているものの音響機器の発達により、2000年代以降は CD やスクラッチライブなどのパソコンから曲を直接プレイするという方式が採用されるようになった。 サウンドシステムの最も特徴的な小形式がサウンドクラッシュまたは単にクラッシュである。これはサウンドシステム同士が決まった時間で交互にそれぞれの持っているレコードやダブプレートを例えば1ラウンド30分で4ラウンドといったルールの下でかけ勝敗を決めるものである。記録に残る最初のサウンドクラッシュは1五十二年に行われたトム・ザ・グレート セバスチャン対カウントニックザ・チャンプであるが、当初は相手サウンドのケーブルを切る、スピーカーを倒すなど、直接的暴力につながることもしばしばあったため、徐々に下記のようなルールが整備されていった。1995年にジャマイカのポートモアにて行われた、ニューヨークのキング・アディーズ対ジャマイカのキラマンジャロのクラッシュは1万人を動員した。当時最も勢いと実力のあった。 サウンドシステム同士のこの伝説のクラッシュ以降、クラッシュは主にダブプレートのみでの勝負というのが暗黙のルールとなった。これ以降、多数のクラッシュサウンド、すなわちサウンドクラッシュを戦うことに重点を置いたサウンドシステムが世界中に存在している。サウンドシステムにとってサウンドクラッシュは実力を測るための最もわかりやすい指標であり、 ビッグサウンドになるためにはクラッシュで勝つことが一番の近道となっている。1990年代後半以降はワールドクラッシュなどのサウンドクラッシュの世界大会が開かれるようになり、日本のマイティクラウンやドイツのセンチネル、カナダのレベルトーンら、ジャマイカ以外のサウンドがたびたび優勝した。このように日本やヨーロッパのサウンドが活躍する一方で、メトルメディア、 ブラックキャットなどジャマイカのサウンドシステムたちも活躍し続けている。サウンドクラッシュとは、ダブプレートや MC の発言を用いて、敵のサウンドを攻撃し合い、どちらのサウンドが盛り上がったかを観客が判定するものである。一方的な展開になった場合を除き、最終的に、チューンフィチューン、または、ダブフィダブと呼ばれる、一曲ごとに交互にかける延長線に入り、 勝敗を決めることが多い。1990年代中盤までは1ラウンドの時間も長く、チューンフィチューンを制したサウンドが勝者となる場合が多かったが、ワールドクラッシュが人気を集めて、以降はバイアスによる判定を防ぐために、各ラウンドごとにどのサウンドが勝ったかをその都度決めて、最終的に獲得したラウンド数で勝者を決める形式で行われるように言った。また、 サウンドクラッシュの開催形式も時代の変化や新たなサウンドの勃興とともに進化していき様々なルールが加えられていった。特に市販レコードのみで行われるクラッシュは人気があり45クラッシュと呼ばれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。